どうもこんにちは、ホーと申します。それではですね、グランドセフトオート5パトロール動画を ENB を入れた状態でやっていきたいなと思います。今回導入した ENB はナチュラルビジョンを導入しました。で、先ほどですね、オープニングの動画を挿入してたと思うんですけどね、ちょっと待ってね、なんかどっかで銃撃戦起きたからさ、ちょっと待って、近くでありますね。ちょっと危ない危ない危ない。どこどこどこ、こっち側であったような気がするな。うわお、やっちまったわひどいな。うん、どこら辺だろう。すげえ音が聞こえたけど、この人はめっちゃ逃げてるだけだな。いやー、ちょっとわかんないな。駐車場ではないですね。あ、いたいたいた、ここにいたんか。確かに誰かやられてるな。あれは関係ないよね。うん、ここで誰か死んでますね。血は出てないな、でも。この人が撃たれたみたいだね。ちょっと救急車呼んどきましょうか。よし、これでいいですね。ちょっとあと味方も1台呼んどこう。いやー、怖っすごいな、いきなりなんかかわいそうなことになってるんだけどね。で、今回ですね、いつもと違って画質の方をね、落としています。やっぱりね、 ENB を導入すると、これ味方だったのか。誰か撃ってますね。味方がなぜかこの紫の人を撃ってた。ちょっと待って、こっちに撃ってきた。ちょっと待ってくれ待ってくれ待ってくれ、やばい、撃たれてる撃たれてる。白のやつだ、白のやつ。ちょっと待って待って待って、どこどこどこ、倒したか。一人倒れた。ちょ、まずい、リロードしよう。オッケー、なんとか倒したぞこれ。いやー、謎いけど、この人がさっき銃撃戦してたのか。もうこっちは絶対死んだな、これは。検視官呼んどこう。あ、でも救急隊員が来てるな。あー、そっち側の人を手当てするんだね。なるほどなるほど。まずはこっちの無関係な人を手当てして、あの犯罪者は手当てしないと。で、こっちの人どうなったんだ、この撃たれた人ね。あ、死んだ、生き返ったぞ。あ、死んだ短い命だった。よし。で、今回ですね、いつもと違って画質の方をね、落としています。いつもはね、 4K 画質で遊んで、それで録画して、それで編集して、それでエンコードして、それでアップロードしてるので、 4K で動画を見れてると思うんですけどね。今回はですね、それをやろうかなと思ったんですけどね、やっぱり重たくなってしまってね、とてもじゃないけど遊べないと。まあ一応遊べるには遊べるんですけどね、フレームレートが30フレームレートぐらいしか出ないので、まあちょっと見るに耐えない映像になってしまうので、まあ、今回はですね、 4K の半分である 2K で遊んでますね。 1440p だかな、確かそのぐらいの画質だったと思うので、まあ、いつもより画質は汚くなるんですけどね、よろしくお願いします。さあ、ちょっと曇ってきたね、これ。なんかゲームっていつも曇るんだよね、これ。なので晴れにしておきます神様だからね。神様なんで、ちょっとね、天候はね、自由に操れるんで。天候と時間帯をね、自由に操れる。神の手なんでね。じゃあちょっとやっていきますか。あ、そうだ、ちょっと待ってね。遺体の処理していかないとね、まずいんだよね。さすがにここにほったらかしはまずいので、検視官呼んでおきましょう。まあ、検視官呼んどいた、あとは適当にやってくれるんで、ほっときます。
さあではちょっとギャング地帯の方に向かいたいと思います。でオープニングの動画はどうでしたでしょうか。あれはですねロックスターエディターを使って編集したものになりますね。いやちょっと待って、後ろから誰かぶつかってきたぞ。マジかよ、これわざとやってるな。おい降りてこい、降りてくるんだ。拳銃は持ってないようだね。なんだこいつめっちゃ体当たりして、そして中指を立ててくるというね。すげえテロリストがいたんで逮捕したいと思います。よし、すごい名前だね。 JD なんとかって書いてあるぞ初めて見た。さあ持ち物は特に何か持ってるか。持ってないですね。あとでちょっと調べておこうか。お酒飲んでるんかな、まさか。さあちょっと名前も調べとかないとね。でこちらの JD さんなんですけど、ライセンスなしでの銃器の所持ということで逮捕状が出てますね。で車の免許は切れています。タクシーの免許は持ってるんだね。恐ろしいやつだ絶対タクシー強盗には合わないだろうね。逆に強盗してそうだけど。うわちょっと待って、大丈夫？なんか前の人がタイヤバーストしてましたけど。よし、あとちょっと味方呼んどくか。一応酒の検査しとこう。お酒は飲んでないようですね。じゃあ薬物の反応を見ておきましょうか。これでちょっとね何かわかるかもしれません。でタイマーを吸ってましたね。タイマーの陽性反応が出てますね。あとは銃器がないかを調べておこう。あのロックスターエディターを使ってやるのは結構いいですね、あれあのナチュラルビジョン、普通に遊ぶ分にはあんまし綺麗だとは思わないんだけどね。あんな感じでロックスターエディターを使って映画っぽいやつを作るとなかなか綺麗な感じに仕上がりますね。特になんかあのビルを見上げた時が結構リアルで感動しました。さてこれは特に何もなかった、特に何も入ってなかった。よしではちょっと行きますか。よっこらせと。で今回 2K でやってるので右下のサイレンアンプがねでかくなってますねちょっとねいつもより見やすくなってるのでお知らせです。まあこのナチュラルビジョンなんですけどね、シネマティックには撮れるんだけどね、映画っぽく画像はなるんだけど、なんかザラザラしてるような気がするんだよね。これは 2K で遊んでるせいでそうなってるのかわからないんだけど、なんか言ってるほど画質綺麗じゃないというのが僕の感想なんですけどね。むしろ汚くなってるような気がする、普通よりね。そんな感じがするんだけどね。まあスマホで見た感じだとね、あの映画っぽくなっててかっこいいなと思うんだけど、遊んでる僕からしたら綺麗だとは思わない正直。ではちょっとやっていきましょうか。なんか誘拐があったようですね。ちょっとやっていきたいと思います。これナビゲーションが出ないのか、なんかリアルタイムで移動してるみたいですね、車が。ちょっとやっていきたいと思います。これサイレン鳴らした方がいいのかな、ちょっと謎なんですけどね。ちょっと近づくまで何もせずにやっていきたいと思います。よし、じゃあちょっとやっていきましょうちょっと放送事故がありましたわ、申し訳ない。さあそれではですね、移動してるね。やっぱりサイレン鳴らしたらバレると思うんだけどね。
じゃあやっていきますか。よし、どんどん詰めていくよ。こっちは赤信号無視できるからね。さあどこにいるんでしょうかね。ここら辺でちょっとライト消しといて、あの黒いバンか、あのバンだね。オッケーオッケー。よし、ではちょっと止まってもらいましょうか。ナンバー、うわ、しまった。いつも 4K でやってるからさ、これなんだよ。 2K にしたら画面が変わるんだよね。ラジオが見えない。クソったれーって言ってますね。あー、これ危なそうだな。ちょっと待って、味方呼んでおきましょう。ちょっと待って、味方呼びたいんだけど。よし、 OK、 これでちょっと味方を呼んでおきたいと思います。誘拐されてるけど人は乗ってないね、これ。ちょっとやっていきますか。大丈夫？降りてきてもらいましょうかね。一人しか人がいない。ちょっと待って待って待ってマジかよ。いやちょっと待ってね、すごいひどいな本当に。どうやらですね、これおとりだったようだね。本当の車両はこっちにあるようだ。マジかよ、こいつおとりだったのか。しまった、やってしまったわ。よし行きましょう。知らなかった、そんなことあったのこっちの人には誰も乗ってないからね。ホームレスを使ってるな。もう一台見に行きますか。ちょっと待って、この車も回収しとかないとダメだよね。よし、これは回収しとこう。ではちょっともう一台の方急いで行きますか。しかしこれ便利だよね。どこに敵の位置があるか分かるからね安全にできる。よし、こんな感じかな。ここら辺結構いい感じの住宅地だよね。よしよし、こうやってこうやって、うわお、やっちまったわ。よし来たよ。どこだどこだ、ちょっといまいちわからないんだけど。あ、いたいた、あのバンだね。着いたよ。ちょっと待って待って、あ、反対側だった、降りる方ミスったな。降りてきて、来た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 。Police! Stop whatever the hell you're doing! よしよし、いいぞいいぞ。あれ、一人しか乗ってないのか敵は。 OK、 逮捕できたよ、これ簡単に。あのちょっと調べてみたんですけどね、誘拐された人乗ってないですね。一体誰が誘拐されたんだこれ全然わからないんだけど、ちょっとよくわからないですね。4g の大麻が入ってましたね。さて、まあいまいちよくわからないんですけど、なんかすごいことになってきたな。うわー、喧嘩し始めたよ工事現場でやってますね。ちょっと待って待って待って、喧嘩はやめて、喧嘩はやばい、喧嘩やめてちょっとこっちはテーザー銃で収めよう。痛い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 、めっちゃ殴ってる、これ死ぬ死ぬ死ぬ。テーザー銃で動かないで、2人ともちょっと動かないで、2人とも動かないで。さあちょっと沈めておこう。あ、どうした、大丈夫かテーザー銃やりすぎたかな。でなんか運転手が死んでるんだよね。運転手かな、
横に乗ってる人がなんかちょっと死んでるんですけど、ちょっとこれ救急車呼んだ方が良さそうだね。よしちょっと待って待って待って、助手席に乗ってる人が死んでますね。すごい、首がポッキリ折れてる。こっちの人はなんかテーザー銃で死んでしまったんですけど、あ、ちょっと待って、どっかで誰か銃撃戦してるわ。ちょっと待ってくれ待ってくれ、誰が撃ってんの、撃ってくるかなこれ、大丈夫、やばいやばい、こっちにショットガン持ってるなあいつ、やばい、誰か撃ってきた、奥のやつが撃ってきた、どこだどこだ、あそこか、 OKOK 大丈夫、どこだこれ、まだ撃ってるな、まだ撃ってきてる、まだ撃ってきてるちょ、まずいまずいまずい、おーしよしよし、いいぞいいぞ、オッケー倒したわ。こっちはなんかコロンショットガンだよね、このちっちゃいショットガンで撃ってきてましたね。いやーこの人なんかめっちゃ撃たれてるな、かわいそう。さあなんか余計なことが増えてしまいましたね。誘拐のこともっと調べたかったんだけど、誘拐はどうなったんだろうね。さあ降りてきて、治療できないから。こちらの車は回収しとこう、ナンバープレートも一応調べとこう。さあ私の車は移動させておこうかな。大丈夫、なんか警察官と喧嘩してる人いるな死んだぞあれ今多分、見に行くか、あ殴り合ってるなやってしまったな。まあこれよくあることだよね。そして治療してくれるか。さああの白い車も動かさないとね。よし大丈夫だね、武器は持ってない。この人本当に無関係だよね、勝手になんかこっちに向かって撃ってくるというよし大丈夫かな。これで誰か一人でもいいから蘇生してほしいよねNo, 一応なんとかこの人は生きてそうな感じなんだけど、いや無理だったな。まあ結局今日も全員死んだというねよし、あとは検視官呼んどきましょう。また誰か乗り捨ててるみたいだねこれ。ちょっとこれ回収しとこう。あ一人だけ生き返ったな、あの助手席で死んでそうな人が生き返りましたねよしよしよし、私はちょっと一旦離脱したいと思います。大丈夫かね、あとは検視官呼んどいたので大丈夫だと思います。で5人倒れたみたいで一人だけ生き返りましたね、さっきの人ですね、助手席の人で。他の人は死んだみたいだ。なんかよくわかんないけどやっていきますか。あ、ここか。こんなトークは無理だわ。なんでこんなトークの通報入ってくるのこれ。よし、これは行きたいと思います。近いから。どうやらこれですね。偽警官が出たようですね。偽物の警察官が出たみたいなので、
まずはですね、被害者のとこに行って話を聞くみたいですね。よし、着いたよ。多分覆面パトカーで来たのかな。めっちゃ道の真ん中にいるねこれ誘導したらダメなんかな。やめとこう、バグったら嫌だからやめときます。これね、結構バグる時があるので。もう道のど真ん中なんですけどね、なんでここにいるんだろうね横につけたらいいのに。会えてよかったです会えて嬉しい。で、その男は数分前に一緒に走ってました。そして彼は私にバッジを見せてきました。でも彼が乗ってる車はライトもついてなくて普通の車でした。私は特にスピード違反とか何か悪いことはしていません。奇妙な光景でした休暇中の警察官もこんな風に止めることがあるんですか。とても気味が悪いと思いました。なので追い払ったと。まあとにかく彼の車は警察車両ではない。で、車の車種はバッファローみたいですね。なるほど。で、ナンバープレートの最初の3文字覚えてるみたいで 24U ですね。 OK。 ではちょっとやっていきましょうか。あっち側に移動してるね。よし、一気に行きましょう。また見失うと厄介だ。よし、こっち側だね。パープル色らしいね。パープル色のバッファローか。あれかめっちゃ目立つな。この紫だよね。ちょっとそこの紫くん止まって。すげえ、これ本当に偽物だわ。さあ、これは左の方にやっときましょう。多分ね、攻撃される可能性もあるので注意したいと思います。さあ、あとはですね、味方も呼んどこう。これはもうすぐに偽物だとわかるねよし、ではちょっとショットガンを出して。さあ、どうしよう。降りてきてもらいましょうかね。これ話したりする感じかな、それともどうなんだろう。ああ、これ話したりする感じか。君には何も言いたくないって言ってますね。まあちょっとね、一旦降りてきてもらいましょうかね。さあ、エンジンは切ってもらいました。エンジン切ってねなんかセキュリティガードみたいな服装の人ですな。よし、降りてきてもらいましょう。何も話したくないみたいなんですけどね。LSPD です。止まって。あとは手錠をかけて逮捕したいと思います。普通にセキュリティって書いてあるわ。よし、これでいいのかな。めっちゃあっさり終わったな Get in the car and behave. しかしもうちょっと選べばよかったのにね、車両この紫はないわな。さすがに紫はないわ。そしてまあ特に LED とかないですね。 LED とかの類もついてないね。何もついてないですね。よし、回収しておきます。車内には特に何も入っていませんでした。 お、どっかで誰か銃撃戦してるな。また大丈夫？ちょっと私も近づきましょうか。え、ちょっと待って待って、誰か持ってる、銃持ってる、銃持ってる。やばい、撃ってきた。うとう。やっべえ、もう防弾チョッキの体力がないんだよな。よし、拳銃回収しようさあ、誰か撃たれましたね、これ。胸に一発撃たれてるな。あとはこちらの人は
生き返るんじゃないかな。よしよし。いや、やっぱいいよね、こういう感じで見上げるとリアルだよね。いい感じに撮影できるよね。さあ、それではですね、今回はこの辺りで終わりたいなと思います。で、次回なんですけどね、どうしようかな。この ENB を入れながらプレイするか、それとも ENB は外してしまって通常通りビジュアル5だけでやっていくか、ちょっと悩ましい点なんですけど、どうしようかな。うわ、ノーヘルのやついるな。誰か写真撮ってるし、まさかインスタグラムにあげるんじゃないだろうな、それ。それはひどいからな。さあ、ではちょっと蘇生ができるかどうか見てから終わるか。もうこっちは蘇生できてもね、大変なことになってるからね、銃弾打ち込みすぎて。蘇生は無理だよね。うん、それがいいよ。それが下手に蘇生しちゃうとね、後が大変だからね。よし、こっちは死にましたね。まあ、これがロスサントスらしいですね。検視官呼んどこ。よし、それではですね、また次回お会いいたしましょう。ではですね、お疲れ様です。撃ってるね。あっちも撃ってきてる。よしよし、リロードしよう。あ、ちょっと待ってね。あそこからも撃ってるな。おーしよしよし。いいね、これ。このショットガンなかなかいい。味方もう一台呼ぼう。こっちに来ないで。